サンニコラスはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市にある地区である。コムーナ市に属しており、2001年の調査による人口は33,305人である。首都国の行政機関の多くはサンニコラス地区とモンセラート地区に立地しており、またブエノスアイレスの金融の中心地である。しかし、それらがある区域は一般にサンニコラス地区ではなくエルセントロと呼ばれ、 7月9日大通りの東側の一部はミクロセントロと呼ばれる。コルドバ通り、カジャオ通り、リバダビア通り、ララビダ通り、エドアルド・マデーロ通りで立地区と隔てられている。1888年のサンニコラス通り、現在でも植民地時代の外区の大部分が残っている。レアンドロ・アレム通りの旧中央郵便局地区名は1773年に、 捧げられたサンニコラス教区教会から名付けられた。7月9日大通りの建設が始まると教会は取り壊され、現在の場所にはブエノスアイレスのオベリスクが建っている。1770年から1822年の間には後にブエノスアイレスメトロポリタン大聖堂となる建物がサンニコラス地区内に建設された。リオデラプラタ複王料の建設後の繁栄により、 ブエノスアイレスの商人は1802年にボーネ、おバ橋を建設し、地区はすぐにブエノスアイレスの主要な海運ターミナルとなった。1794年には地区内に大英帝国の領事館が開館し、イギリス人コミュニティの大きな発展につながると、イギリス人自治区として知られるようになった。1810年にはイギリス人商人協会が設立され、 1822年には、英国領事館の建物が、ブエノスアイレス発の近代的な銀行となった。地区と、大英帝国との商業的なつながりは良好であり、1830年、フアンマヌエル・デロサス知事は土地を地区に寄贈し、ブエノスアイレスに現存する最古の教会である、先例者、ヨハネ英国国教会が建設された。1836年、 成長を続けるアメリカからの移民コミュニティは近隣に初のメソジスト協会を設立した。金融の中心地として地区の重要性が増し、1854年にはブエノスアイレス証券取引所が設立された。サンニコラス地区はアルゼンチンの金融の中心地の座を維持し、アルゼンチン最大規模の銀行であるアルゼンチン中央銀行や、 アルゼンチン国立銀行などの立地によって存在が強調された。1857年にはラテンアメリカ発の鉄道駅が完成し、現在はコロン劇場の対面に駅がある。1875年以降のアルゼンチンの経済の急成長はサンニコラス地区を河岸部の開発に向かわせ、洗濯女に人気のあった貸しの土地は不利を言うほどとなり、 中央大砲場などの土地は都市公園となった。サンニコラス地区を走るトロリー馬車の交通網は1913年のブエノスアイレス地下鉄の完成につながった。1920年代から1930年代にはコロン劇場、セルバンテス劇場などのような有名な施設の建設が続きダイアゴナルのルテ通りが街路に加えられることにより、 ブエノスアイレス中央郵便局のようなランドマークが建設された。この一帯は人気の劇場や映画館が世界で最も集中している地区の一つである。1936年には7月9日大通りの造成によっておおよそ現在の外区が完成した。プラータ市場やサンニコラス教区教会などのような多くの 歴史的ランドマークを含む幅1ブロック分の外区が長さ5ブロックにわたって取り壊され、7月9日大通りの第1段階が建設された。サンニコラス地区の東側約2、3はブエノスアイレス中心業務地区であり、地区にはアルゼンチンを代表する企業の多くが地区内に本社を置いている。アルゼンチン航空、アルゼンチン国立銀行、マクロ銀行、 ブエノスアイレス市立銀行、ラナシオン市、食品化工業の分兵、ボルン、マクリグループ、ブエノスアイレス証券取引所などである。また、多くの国際企業のアルゼンチン本部も置かれており、ボストン銀行、ビルバオビスカやアルヘンタリア銀行、シティバンク、ドイツ銀行、HSBC ホールディングス、IBM、マイクロソフト、サンタンデール銀行、テチントなどがある。 サンニコラス地区内にはまた、フロリダ通りの小売地区、ガレリアスパシフィコ商店街、ルーナ公園、コリエンテス通りの映画館、劇場地区などがある。ありがとうございます。